でですね、結果として今、まあ、お金がないことに気づいたんですよね。円で持ってるのは円で持ってるんですけど、円を要はシンガポールドルにまず変えないと、現玉にしないと、まあ、動けないと。もちろんね、方法としてはクレジットカードからキャッシングっていう形で引き出す手もあるとは思うんですが、そのカードの暗証番号を実を知らないというね、というところで今は円、日本円をシンガポールドル、Sドルに買える場所を今探してます。今こういうね、ここは面白いですよ。あの下にね、水が流れます。流れるっていうのは、まあ、風水学的に言うね、それが運が寄ってくるもんですから、そういう風になってます。で、今回はB2 ってのは初めて来たかな。いや、昨日の食事の時に来たかな。とね、替え場を探さなきゃいけないですね。覗いてみましょうか。まあ、最悪ですよ、プレイができないっていう、そういうシナリオを描いてね、まあ、覗ける場所でちょっと覗いてみましょう。まあ、朝方夜中の3時にもかかわらず、このように覗いてみるとプレイしてるね、プレイヤーたちがこれだけいます。で、おそらくこれ今音楽が流れてますけど、どっかにセンサーがあって反応したんじゃないかなっていうところですね。違ったらすいません。もうしばし会話をね、探してさまよいたいと思います。